はい、どうも、すのぎです。というわけで、今回はですね、乗り物に乗った状態で銃が撃てるバグをね、紹介していきたいと思います。というわけで、ね、とりあえずここにね、乗り物をね、いっぱい置いておきましょう。で、ボーラーとかを持ったら、こういう風に5個ね、ある状態になっちゃうんで、装備している状態になっちゃうんで、これをね、全部使っていきましょう。とりあえずね。で、ここのね、スロットは空にしといた状態にしといてください。でね、これ、スコアボードをね、宝箱に15個セットしましょう。で、15個セットした形がこうなっているんですけども、ここでね、ラマを作成なんですけども、ラマをね、30から35個ぐらい作っておきましょう。とりあえずね、35個作っておきましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、はい、これで35作った形がこれになります。で、消耗品からね、これくっつき爆弾をね、セットしましょう。で、無限弾薬にしておきましょうね。ここはとりあえずね、これで、爆弾をね、思う存分投げておきましょう。ラマにね、ストレス発散というわけでね、めっちゃ投げておきます。そうするとこういう風にね、ちょっと重くなっていくんですよ。重くなっていったら、これはね、一応成功している形になっております。で、はい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 、それでしょ。で、スイッチはね、結構ね、重くなったりするんで、あまりやらない方が。はい、もう PS4 でまあこれぐらいのね、重さになるんで、結構ね、危ない状態になっております。とりあえずね、スコアボードね、めっちゃ思う存分回収しましょう。スコアボードね、回収するときには結構重くなるからね、危ない危ない危ないって感じなんだけども。はい、これでね、全部、なんか、拾えなかった分はこうなっておりますけども。で、この状態にしとくと、もうね、成功しているんですよ。で、この状態になると、武器はね、1個しか持てない状態になっております。スナイパーとかを持つとね、ほら、なんか変な状態になってるじゃないですか。なんやこれ。海に入ってる状態になってるけど。それは知らんけど、ほら、撃てるよ。なんか変な状態やな。あれなんかね、僕が見た感じでは撃ててたんよな。構えて大砲とかめっちゃね、いい感じなんよ。見てくださいよ、ほら普通に撃てちゃうのよ。こういう風にこの中に入った状態で普通に撃てちゃうんですけども、これクリエイティブ限定なんで、ソロモードとかでできたらマジでチートやねんけども、まあね、友達とね、遊んでる時のに、なんかお前撃ててるやんみたいな感じにね、できるんじゃないかと思いますね。大砲に隠れながら戦うみたいなのもね、できるんじゃないかと思います。はい、これにも、乗った状態でのこういう構えみたいなね、もう全然なんか変な感じやけども、でもね、撃てんことはないんよ。ほら普通に撃てちゃうよよね。だからまあまあ結構ね、乗り物で乗った状態で撃つっていうのも楽しいんじゃないかと思います。で、こういう系、車系はアクセルがR2 になっているんで、打つ状態のところになっているんで、あまりね、できないんですよ。で、車だけが多分できんのやと思う。で、これもできるのはできるんじゃなかったっけ。ほら、そう、普通にこれはできるのはできるんですけど、構えができないみたいな感じですね。はい、スノボはどうやったろう。僕スノボはやってないかも。あ、スノボ普通に打てる。あ、そりゃそうや、スノボは普通に打てるもん。はい、そしてね、一番気に入った、僕が一番気に入ったのがこれなんですよ。大砲とグラップラーの組み合わせ、これがね、普通にできちゃうからマジで強い。強いって何。面白い。そうなんですよ、こういう風にね、できちゃうわけなんですよ。これなんかね、他のバグにも使えそうじゃない。そういう風に思っちゃうんやけどもね、もうバグ脳になってるけど。はい、まあこういう感じで遊ぶことができます。はい、これにこれやっても多分普通にね、もともとグラップラー使ってるからっていう感じだけど、まあ普通にできます。はい、ボーラーについてるグラップラーの方が有能な気がするけど。あ、こういうのもできますね。大砲に乗った状態でこのフォートレスをね、ポケットフォートレスを設置したりすることもできますし、なんかいろいろできそうですよね、これ。はい、というわけでね、このバグすげえと思った人は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。というわけで、ゾロギでした。はい。